はい、ハワイ。教科書で習うのは、この後に、I'm fine なのですが、私が I'm fine と答えたら、ネイティブのアビーさんには、どのように伝わりますか？私はとても元気です。調子いいですと伝えているつもりです。I'm fine と言われたら、まあまあって感じに思います。とりあえず、挨拶として元気だよと答えている感じです。私は本当に元気な時に、ファインを使っていたんですけれど、本当に元気な時は何て言うんですか？ Great です。グレート。いつもと同じなら、not bad とか、pretty good です。いつもと同じなら、not bad とか pretty good。not bad は、バットという悪いという言葉があるので、体調が悪いけれど、まだ熱もないし、大丈夫ですという場合に、私は使ってました。はい、ハワイ言うと、挨拶されたら、よくある返事は、どんな挨拶ですか？ I'm good. Thanks for asking. です。あ、I'm good。私は、I'm doing well をよく使うのですが、この文章はどのように伝わっていますか？元気です。なんか丁寧な言い方です。丁寧な言い方になるんですか？元気さとしては、グレートがすごく元気な100%で、グッドが80%ぐらい。not bad や pretty good が50%ぐらい。それで、I'm doing well っていうのは、グッドの元気と同じぐらいの80%ぐらいの元気さで、丁寧な言い方。こんな感じですか？僕が今まで、I'm fine、元気な時に使ってた、I'm fine という fine は、実は元気さを表すとしたら、もう30%とか40%とか、そんな元気じゃない時に、とりあえず元気だよ言う時に fine を使う感じですか？あ、そうなんですか。僕今まですごい元気があるとき、80%の元気があるときに、I'm fine, I'm fine, 元気だよ、元気だよって伝えるつもりで fine を使ってたんですけれど、伝わってなかったわけですね。そうです。あ、そうですか。そうです。あ、そうなんですか。それはショックだな。ちなみに、アビさん、I'm fine という返事を誰かからハワイ言うと尋ねられて、I'm fine と答えられたことは今までの人生の中で何回あります？もうほとんどないですか？ほとんどないです。ほとんどない。お友達とかお知り合いの方で I'm fine、元気な時に I'm fine と答えておられた方はいらっしゃいます？いないです。いない。ほとんど使わない元気ですよっていう I'm fine を僕はずっと使ってたわけですね。あ、それはショックだな。これからそしたら僕は元気な時は I'm good。I'm good。Thanks for asking。このように答えます。さ、最後に、僕がハワイウと尋ねるんで、ネイティブの回答をちょっとしてくださいね。はい、ハワイウ。I'm good. Thanks for asking. 上手ですね。
何回も聞きたいんで、すいません、それ3回繰り返してもらえますか？うん。I'm good. Thanks for asking. I'm good. Thanks for asking. I'm good. Thanks for asking. ありがとうございました。いえいえ。